はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずですね、ウルトラマンメビウスが仲間になったんで、まあ、せっかくだから入れましょう。ウルトラマンゼロを交換するかな。メビウスニューガンダムかな。ちょっとあれを装備してるからな、一回外そう、ニューガンダムの装備を。これは仲間に入れないと装備外せないのかな。風車を外す。お前は待機だからな。で、パーティー編成、ウルトラマンメビウスのゼータガンダムのウォーズダブル、これでいこう。で、さっきの、風車をどうしようかな。メビウスに装備させようかな。メビウスって何が速いんだ、速いんだっていうか何が強いんだ。攻撃キャラだな。速度は今63、装備ありで63、ダブルが80か。やっぱ早いな。スキルツリーをちょっとやらないとな。これと、チョップこれ2にして、メビウスキックも覚えさせて。もう無理か。下の方とかあんのかな。ないな。よし、じゃあこれで行きますか。ゲートポート、これね、あそこまで行くのがまためんどくさいんですよね。中継地点にっていつ来るんだよ。まあ、ここは敵が出ないで行けるんで、なんかもう少しダッシュとかないのか。タタ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 タって。ここは開通してるだろう。で、下の方か、新しく道が開けたのは。じゃあちょっと、ウルトラマンメビウスの力を見てみますか。くらえ。おお、微妙に残ってる。あとメビウス普通だな。ウルトラマンゼロの方が強い気がする。ウルトラマンゼロはね、強キャラですからね。こっちとか全く行ってないな。全く何にもないな。そしてもう最初のなんだ、キューブからして広すぎだな。どんだけここうるついてるんだ。あ、ここに繋がるのか。そして氷漬け、あれどっちだ、どっから来たっけ。ちょっとマップ見よう。こっちじゃねえや、こっちだ。オーズが強いな、普通に。仮面ライダーオーズ。あ、でここをつなげて、おー、4体か。いや、マジオーズ強えな。 OK。 お、白闇手に入れた。これなかなかでもな、チップをあれに、技にならないからな。おー、いっぱい出てきた。またこいつらはマジ数で来るな。倒せなかったか、これやばいぞ。ダブルとオーズがめっちゃ集中狙いされてる。あんだけいて47か、ちょっとしょぼいな。いかんせんこのゲームもな、金がなくなるよな。こっちか。本当は装備とかも1段階くらいは鍛えたかったんだけど、ちょっと金の節約。
そしてこの先は悲鳴があったところだ。広場に出ない限りは大丈夫だと思うんだけど、あそこに見える、あそこに見える中継地点が。お前ら何匹出てくるんだ。おお、かわされた、マジか。60って。中継地点が見えるからいいかな、使っちゃって。よし、ガンガン使ってこう。おい待てよセルメダルが落ちてる。セルメダルだ。闇、近くにいるのか。いや、近くにいるとかじゃなくてさ、とりあえずあそこに行かせてくれ。俺をここに行かせてくれ。よーし、セーブまだいいや。どっちだ、こっちは何もないか。こっちは宝箱、ライフキット。よしよしよし、最初のライフキットは重要だからな。なんだこれは。確かになんだ。床にはセルメダルが大量に散乱している。この量のセルメダル、多分このヤミーはここで倒されたんだな。見事な推理ね。ボガル、ここで力尽きたのさ。メダルの塊だったとはね。食わなくて正解だったよ。なんだと。それに引き換え、お前たちはうまそうだね。私はもう腹ペコだよ。我慢の限界さ。ボガル、待ちなさい。おっと、黒幕のお出ましか。実験台が一人奪われてしまいました。捕獲するのです。ウェザードーパンとメタソーどこへやった。ここにいますよ。彼女はこの世界に渦巻く恐怖に支配されています。あなたたちの感じる恐怖のメカニズムを研究することは我々にとって大きな意味があるのです。特にあのお方にとってはね。あのお方。さあもういいでしょう、始めますよ。ボガールによって食われるあなたたちを見ればメタスの恐怖の感情はさらに高まるでしょう。大丈夫かメタス、返事をしてくれメタス。てんてんてん恐怖に打ち震えるメタスは言葉を発することすらできなかった。はははボガール、やってしまいなさい。ふふふ、あはは。おー、ボスか、これは。どうしようかな、とりあえず。お、スタンチョップを放ちます。スタンになるかな、だいぶ役立ったからな、スタン。微妙だけど、使おう。で、炎が効くかどうかだな。一応、パニック負荷、光もやってみるか。どうだ、特にな。おお、ラッキー、ミスった。ターンしろ。ダメか。何ターンかは続けてみよう。ミスったか、なんかミスが多いな。なんだちょっとよくわかんねえ技だったな。こっちにしようと。メタルブランディングの方がいいかな、そうすると。64。うわぁ、瀕死になる、マジで。メビスチョップ、スタンしろ。スタンしねえか。ちょっと、あと1回やってダメだったらやめよう。で、こいつはヒールを使わないとまずい。だから先に打てるのがでかいな。ゼータガンダムとか大丈夫か、一発で。うおぉ。ギリギリだな。尻尾食らうと死にそうなんだけど。ガードだな。これでいいかな。で、こいつは回復と。うおー、マジか、これはマジか。ちょっと、ライフキット何個ある。自分で自分を回復しないとまずい。この全体攻撃はきついな。おお、危ねえ。他のやつに来てたら死んでた可能性があった。ビームライフルの、まあサゴードインパクトみたいな。こいつ攻撃いけるかな。サイクロンブロー63か。よし、ウルトラマンが復活した。メビウスキックでいいかな、そうすると。威力がいまいちわかんねえかんな。うわぁ、これだよ、これがね、強烈なんだよ、マジで。
足りるか、ライフキット足りねえ、1個しかない。あとまずウルトラマンは攻撃に走ろう、要だかんな今のところ。で、データもビームライフル打って、でライフキットで仮面ライダーで、こいつは自分で回復と。ちょっとデータを危ねえ、見殺しにするしかない。ビームライフルこれしか使えない。もう回復薬が死ぬときついからな。うわ、2人やられた、これはやばいぞ。自利品になる可能性がある。やられた。回復させるか、こいつだな。マジ自利品だな。イエースターした。まあいいや、ちょっと待ってよ。結局尻尾でやられんじゃん。うおー、これずっとこの繰り返しだよ。何もできない。ヒールが使えなくなって倒れるのを待つしかない。ミスれ、ミスれ、スタンしてしまった、終わった。うおー、やられた。死んだか、マジか。直前の戦闘からやり直す。いや、どうしようもねえだろこれ。あ、威力ここで乗ってんな。メビウスキットとかあげらんねえかな。メビウスパンチだな、そうすると。よし、これをレベル3にして、バルカンかな。これバルカンいいな、190に上がる。ほい。で仮面ライダーオーズも何が強いんだ。あ、これだな、やっぱり威力が200になる。一応は上げらんない。ガタキリバキック、メタルブランディングが強いんだな。ちょっとサイクロンブローン上げよう。よし、これでちょっともう一回挑むか、短期決戦で。なるべくメビウスパンチのバルカンの、こいつはこれが強くて、サイクロンブロー、いって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 、よし、バルカン強いぞ。あとはまたヒールを使いながら。うわー、よし、バルカンいいね、バルカン強いよ。よし、オーズに効果がなかった、これはでかい。ピコンピコンになってるよ。ディフェンスのマジックパワー尽きるまで、これ Q も使うのか。倒された。また回復だな、そうすると。この尻尾が強え。いってやられたか。ウルトラマンがまだ治ってないから、ウルトラマンで復活キットを使って、こいつはもう攻撃だな、タバトキックしか使えない。でウルトラマンを回復させるか。うおー、マジ基地だ。メビウスパンチ、バルカンが重要だからな。ライフピットのヒール、いって、さあどうする、回復をさせるか。いや、ウルトラマン攻撃に入って、こいつは回復だな。ウルトラマン回復で、自分を回復と。スタンしたか、まあしょうがない。一旦敵の攻撃を逃れたということで、よし、スタン解けた。うわー、マジか。ガードしよう、バルカン、バルカンがな、全然ならない。うおー、攻撃するしかない。誰を回復させるか、まあ自分だな。死んだか。ディフェンス、バルカンで、ゼータガンダム今重要だからな、バルカンで。ほら、
よしよしよし、バルカンバルカン。うわースタンしたかー。だからここでウルトラマンが復活した。こいつがウルトラマンを隠させるか。いってー、どうする、あとちょっと。これは多分ね攻撃して倒せると思うんだよね。オッケー、ギリギリだ、危ねえ。いや強い、ボスがマジで強い。わ、私まだ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 食べたい。く、あなたたちメタスに十分な恐怖が与えられなかったではないですか。まあいい、まだチャンスはあります。それでは私はこの辺で、さようなら。待て、アクセルだ。クソ、また一歩遅かったか。アクセル、ウェザードーパンと奴を追い詰めるには速さが必要だ。あ、そうだ、さっきこんなものを見つけた。何かのガイアメモリらしいが壊れているようだ。どこかで役に立つかもしれない、お前に預けておこう。電電メモリを入手しました。おいアクセル、なんだこのガイアメモリ。光なら何かわかるかもしれないな。一旦拠点に戻りましょう。そうだな、今ちょうど使えそうなアイテムを運んで選んでいたところだ。何、疑似メモリーを持っているのか。ちょっと見せてくれ。メビウスは電電メモリーを光に渡した。おお、これは電電センサーの疑似メモリーだな。そうか、これは電電センサーだったのか。ああ、さっき本体を見つけたのだが、これがあれば直せるかもしれない。メモリーガジェットも取り込まれていたとはね、実に興味深い。知っているのか。もちろん、隠れているものを可視化するメモリーガジェット、複合的なセンサーで構成されている。その通りだ、さすがに詳しいな。僕から言わせてもらえば、光、君こそよく知っているね。俺はこれでもウルトラの星では宇宙科学技術局の研究員だったんだ。別の世界の技術とはいえ、根本的な設計思想は共通するものが多い。それさえ忘れなければ大概の仕組みは理解できる。すげえ、超頭いいな。なるほど、確かにその通りだ。驚いたよ光。よし、早速修理に取り掛かろう。光は電電センサーの修理を始めた。完成には時間がかかりそうだ。ああ、まだダメなのね。ふん、ここがお前らのアジトってわけか。アンク、お前まだついてきてたのか。メダル集めが目的なんだろう。そうだ、だがこの世界は思ったより強敵が多い。俺が見たところ対抗できるのはお前らぐらいだ。俺も付き合わせてもらう。仲間にしてほしかったらそう言えばいいのに。か、勘違いするな。俺はより効率的にメダル集めがしたいだけだ。はいはい、ち、そうと決まればさっさとメダルを集めるぞ。敵を知るためにもっと奥を捜索するんだ。オッケーオッケー。まあパーティーメンツはこれでいいかな。とりあえずゼータガンダムのバルカンが強いということが分かったから、白闇ボガールコンプリート。攻撃対象確率減少か、微妙だな。どうする、ゼータガンダムがな、ちょっとヒットポイント低いから、うん、装備させとくか。はい、3も使うのか。あとはアイテムラボか。ちょっとセーブをしとこう。まずオッケー。ライフキットだな。ライフキットが全然ないんだよな。どうしよう、復活キットがかなりいっぱいあるからな。アイテムで一回整理をして、とりあえず復活キット 1,2,3,4,5,6,7,8,9,7 か、3つくらい売るか。いや2つだな、300円にしかな、はい。でライフキットね、5個買うともう1600円だもんな。金がな、きついな。これは装備強化、本当は攻撃力とかも上げたいんだけどな。まだちょっといいかな。じゃあちょっと、ビギンズキューブの中堅に行きましょう。少し奥へ、進んでいけるようになったので、こっちは、お、完全に別だな。ここでようやくショートカットか。ってことはまた新しいエリアか。広いな、ビギンズキューブにしては。なんか雨になってる。今度ビギンズだからすぐ終わるかと思ったのに、また天候が変わった。
雨だな。やりづらそうだ。いやでも雪の方がやりづらいか。妙に静かですね。確かに。とか言ってるうちに敵が出てきた。うおー、マグマ導弾と、しかも90かよ、マジかよ。これ強すぎだろう。視界が悪くなった。これねめっちゃ下がるんだよね。高熱パンチ最悪。これ全滅する恐れがあるぞ。86か、結構持ってんな。よしよしよし。いや帰りますもん。ウルトラマンゼロのレベルが上がった。いやもしかしたらちょっとレベル上げが必要かもしれないな。かなり厳しい。まあちょっとマップを埋めますか。そうするとマップを埋めつつレベル上げ。お、アイテムをゲット。750円だ。やっぱりなんかアイテム強化しようかな。うわこれがね鬱陶しいんだよね。全員かよ、しかも感染って。いいって。しかもなんと胸にバラをつけてるんだこいつは。こっち側はアイテムで終わりか。もう少し先へ進んでいくか。うおー、ウルトラマンがやばい。ゼータガンダムの通常攻撃かな。しょぼすぎる。おお、アストロモンスみたいなのを手に入れた。きついな。ゼータガンダムもうバルカン使っていこうかな。なんかいいのくれ。復活キットかよー。なるべくイベントは進まないようにしたいんだけどな。攻撃。こいつはバルカンでも9使うのか。まあいいや。おし強い。であとは攻撃。また仮面ライダーオーズが減ってる。もう毎回ヒールを使わないといけない。ここはうん、なんか一本道でもうだいぶ進んじゃってる気がするけど、いいのか。こっちは行き止まりか。このね上げ早見がやっぱり鬱陶しいんですよね。あぶね。よしよし。お、手に入れた。もう1レベルずつはな上げたいな、次のイベントに進む前に。これ結構突然イベントが始まるからな。ロストヒーロー、あ、ここ怪しいな。ロストヒーローズ2では、もう大体広場っていう相場があったのに、たまに普通の道でイベントが始まるから、きついっすよね。これは、こいつとこいつで、よし。うわ、視界が悪くなった。最悪だ。でも当たった。あと、行ってない方向に行くか。左の方がちょっとまだ行ってないんで、出たー、マグマ導弾とめっちゃ強いんだよな。どうしよう。火は絶対効かねえかな。敵全体か。それにしてみよう。めっちゃ視界が悪くなった。うおー超減る。一応バルカン撃つか。回復させとこう。感染したー。しかもこれ全員か。そういえば OK。 あとは普通の攻撃。うお、めっちゃみんな感染してるし。ふざけんな。このエリアに来て突然敵が強くなったな。レベルが
足りてないのかな、レベル上げ必要なのか、武器が足りてないのか、なんもねえし、ちょっとレベルを上げるか。そうだな、一旦戻って武器も1段階強化しよう、というところでちょっとレベル上げをしようと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。